どうするこの世界をという呼びかけに対してこれだけの皆さんが集まってこられた皆さんは多分すでに地球市民1.0です世界は矛盾とか混乱とか絶対と絶対がぶつかり合うようなそんな問題がたくさんあるけれどもそれになんとか光と和と秩序をもたらしたいと願っている私たちですよねそして私たち自身も本当に小さな個人として 日常の中でたくさんの悩みもコンフリクトも抱えているだけれども何とか社会が良くなる役に立てたらなと願いまた社会が良くなるような何か役を必死に生きている人々がここにいるんだと思います地球市民1.0はそうですね今年先ほどもありましたが10月に名古屋でコプテ1 0生物多様性条約,約国第10回定約国会議がありますが あの多様性というのを理解するに至りました、まあ、理解というか理解しようという認識が生まれています文化の多様性や生命の多様性といったものそれを私たちが学ぶところまで人類は成長しました、えー、ここでラズロ博士の言葉を引用します多様性だけに注目すればよいという常識はもはや時代遅れでありまた一元性だけに注目するのはナンセンスである 多様性の中に一元性を見ることこそが、おそらく本当に理にかなった認識の仕方であろう。そして、このような認識の仕方こそ、進化的なビジョンが私たちに教えてくれているものだ。アビ・ラズロ。えー、例えば、ホレスティックとか、フラクタルとか、一足多とか、掃除症とか、そういった感覚が、この言葉から呼び起こされると思います。では、その地球、えー、地球市民2.0。 イコール太陽人というのはどういうことか地球市民1.0が水平軸のウェブオブライフを理解し縦軸のつながりがあるのもなんとなく分かっているとしたときに2.0になるとその水平軸縦軸それをまとめているのが太陽だということに気づいてくるところです太陽がその 縦と横のつながりを結んでそしてすごく美しいまとまりの世界を作っているそのことが見えてくるそれが地球人、えー、地球人地球市民2.0イコール太陽人になるという最初のステップになります今日はあと十数分後に、えー、皆さんはきっと太陽人にバージョンアップしていると思います 銀河から太陽圏へズームインしていきます太陽からのプラズマで満たされた太陽風が届く範囲それが太陽圏です今真ん中に見えてきました太陽圏全体に伝わっているのは太陽風で届けられた太陽からの情報ですね今度は逆に 私たちの中心にある太陽から太陽圏へとズームアウトしています一つの球のようなものが見えてきましたそして鞘の中の種のような形の太陽生命圏が見えてきました もうう一度見てみましょう太陽風は青函空間ガスや宇宙の遥か彼方から飛来するさまざまな生命にとってリスクの高い遺伝子を傷つけるような銀河宇宙船など太陽圏の中に入ってくるのを防いでいます地球に降り注ぐそういった量を減らしてでそのヘリオスフィアというのは外の宇宙とのバランスの中で せめぎ合いながらねまるで女神の子宮の中にあるように太陽圏の中の私たち生命あ,あるいは全てのものを育んで守っているんですねこれは、えー、古神道だと子宮内宇宙という言葉もありますがご覧いただくようにまるで鞘の中にある何か豆とか種のようにも見えますこれが私たちの太陽圏で でこの太陽圏の中は太陽から噴出する水素原子核やプラズマそういったもので充満していて要するに全部太陽ほとんどが太陽だというのが事実ですそうするとどういうことかこの中は全部太陽でできてるんです私たちは太陽でできた分身なんですもしかしたら真ん中にある光の 玉の部分から噴出している水素これが私たちを結んでいる魂のような存在かもしれません昨日 R 水素ネットワークさんのプレゼンテーションを聞いて思ったんですけれども私たちこの中で生きてるものや生きてないものや全てこれ全部リニューアブルな R 水素なんだなと思いましたえ 青い部分を太陽圏と呼んでいます僕たちの提案はこれを太陽生命圏と呼ぶことで一体の命として見ていこうそういう新しい世界観の提案ですさて太陽人の定義です太陽と人間のつながりを探求する人今まさに皆さんは探求していらっしゃいます太陽人ですね太陽圏を一つの命として捉えるそして 自分が太陽の分身だと実感している、ここまでいくのはちょっと時間がかかるかもしれないですね。そしてさらに、太陽生命圏全体の存続と進化のために働く、働きになる、それを自分の役として生きていく、太陽の国、地球の市民です。地球市民、今、 いろいろな色で人と書かれていますけれども僕たちは非常に多様な価値観とか世界観を持っていますだけども虹の色も元は太陽の透明な光ですよねそれが減少化していろんな色に見えているだけのものですですから太陽を分子に置くことで僕たちは 太陽圏全体の価値を共有しながら、部分の価値を保持する、そういう価値観で分離だとか、紛争、人と人のいさかいを超えていくことができると考えています。ソーラーマトリックスとは何か、先ほどの映像でも見ましたが、太陽から原子が太陽風とともに、 太陽圏全体へと広がりそれが生命体として一つのまとまりとなるその中心で式をとっているのが太陽ですねでこの全体はコヒーレントな同期をしながら音楽を奏でている太陽が出しているのは音言霊です 巨次元に咲く一輪の花。これは、巨次元というのは心の宇宙だと思ってください。心の宇宙の中に形の宇宙が生まれている。非常に危うい形の宇宙です。壊れやすい、危うい世界。えー、このようなソーラーマトリックス理解の鍵は原子の移ろいにあります。見てみましょう。 この映像、これは水の分子の、えー、水素結合ですね。酸素,分子酸素原子と水,、えー、水素原子がものすごいスピードで手を結んだり話したりしながら、まあ、情報をやり取りしているわけです。このスピードが確か100兆分の1秒とか10兆分の1秒、そういうスピードでこの 動きをやってるわけで、すねで。じゃあそれがなぜ可能なのか、これは科学者が非常に今、まあ、頭を悩ませていることなんですけれども、えー、僕たちはこう考えます。自分が分かる。原子自体が自分が分かってる。そして相手が分かってる。だから手を結びに行けるわけですよね。そして今が分かる。その 10兆分の1秒、オーダーのタイミングでお互いに手を結べるんです。同期できるんですよ。彼らの原始にとっての今ですね、それ。はい、今。これがもうちょっとでもずれたら、全然もうボケちゃって手も結べない。そしてここがわかる。つまり自分がここにいて、相手はあそこにいるな。そういう空間的な認識もしている。そして最後に社会がわかる。これは例えば、えー、コップ一杯の水だったら、 冷凍庫に入れれば全体は凍るそういうコヒーレントな振る舞いを見せるわけですよね一人だけそのみんなが氷になっている時一人だけ水蒸気になっているようなことはありえないでしょう社会がわかっているこのような非常に不思議な原子の働きが人間僕たち人間の意識の基盤になっている可能性が高いと思っているんですね 実感としてのソーラーラマトリックスこれはもう科学の最先端でもうなかなかあの解明できない問題なんでこれは実感ですこの10年間あのこういうマトリックス太陽のマトリックスということを、えーま、探求しながら生活してきましたその中での実感だと思ってください、はい、まず「原子たちの移ろい」と書いてありますね右上ですこれは今説明していた 原子の認識その移ろいというのは原子っていうのは2つのフェースを持っていて心の宇宙側と形の宇宙側を持っていてでその両方があるから、まあ、移ろいながらそういう認識をしているそういうものが太陽からソーラーマトリックス全体に広がって広がることで一つのまとまりとなっているそういうことを太陽が作っている大前提ですよね僕たちのこの宇宙の。 そして地球がそこに設定されてウェーブ・オブ・ライフという命のつながりができていくドイツの哲学者の、えー、書いたものを少し引用しますコロンビアのアマゾン川流域に暮らすウファイナ・インディアンは生きとし生けるものにおいて存在するフファカと呼ばれている生命力を信じているこの生命力の源は太陽である フファカは太陽から地球に届き、植物、動物と人間の間で絶えず再循環する。各グループは生きるために最低限の生命力を必要とし、全体のエネルギーのストックからエネルギーを借りていると考えられている。いかなる存在も死ぬ時にエネルギーをリリースし、エネルギーはストックに戻る。同じように、 生きている存在が他の存在を消費するとき、例えば鹿が木の,木の葉を食べるとき、または植物が土から栄養物を取り入れるとき、人が木を切り倒し空き地を作るとき、消費者は消費された存在のエネルギーを獲得する。ウファイナインディアにとって重要なことは、生命力がこのような方法で一つの種から他のものへと再循環し続けるということ。そして、 いかなる存在も自然のバランスが崩れるほどに生命力を奪ったり必要以上にため込まないことである私たち生命体というのは循環する太陽エネルギーだとも言い換えることができますこのソーラーマトリックスを実感するには種をまき植物を育て作物を取ることその中でたくさん実感することができるんですね でえー、今、ウェブ・オブ・ライフまで行きましたが、生命維持というのは僕たちの命を維持するための力が常に与えられている、それからちょっとここ、加速していきますけれども、僕たちが認識、今、この声が聞こえている、認識そのものも太陽と通じ合いながら与えられている、でその認識によって、じゃあ、次、こうしよう、メモしよう、そういう対処もう太陽から来る。 そして、うん、何を言ってるんだろう、どういうことだろう、問いが生まれる、問いが生まれたところにひらめきが返ってくる、そういう言葉の活動、言ってみれば、言葉口と行動と行い、口と行動と行い、失礼、口と心と行い、そういうもののマトリックスがこの中に含まれているということですね。太陽というのは 自分の認識を太陽側に持ってくることですその太陽感を持つことで僕たちのヒューマニズムが進化する心の中に太陽の愛を開きながら生きるという試みです。 えー、最後に、太陽にみんなで感謝する言葉を言ってみましょう。太陽、ありがとう。この言葉を大きな声じゃなくていいんです。自分の心に聞かせる感じで、自分の耳に聞かせる感じで言ってみましょう。そこで認識の循環が起きるんですね。「三杯」と言ったら、太陽、ありがとう。言ってみましょう。いいですか 三、はい。ありがとう。もう一度行きましょう。三、はい。太陽、ありがとう。ありがとうございました。いいですか、まりちゃん、えー。実は歌も歌ってくださいましたけれども。あの新井さんは。ラコタ族の養子でもあるんです。 で80年代に実は先住民族のサンダースとの出会いでいかにつながってるかっていうことを彼自身の人生と肉体と精神と全部ぶち込んで教わっていろいろしてそれでご紹介してもいいんですよねご夫婦ですそしてかわいい坊やの名前は太陽くんですありがとうございましたありがとうございました